脳アミロイドアンギオパチーは、血管障害の一種であり、中枢神経系と髄膜の小中サイズの血管の血管壁にアミロイド β ペプチドが蓄積する。この疾患に対して、混合レッド神話性という語が用いられることがあるが、それは異常なアミロイド凝集体は、混合レッド染色後の脳組織の顕微鏡を観察することで明らかとなるためである。 アミロイド上物質は脳のみに存在し、そのため他の形態のアミロイドオシスとの関連はない。化は、アルツハイマー型認知症に関係しているものと同じ、アミロイドタンパク質によって引き起こされるため、アルツハイマー病と診断された人に、脳出血は多く見られる。しかし、認知症の病歴のない人でも化を発症することがある。通常、 脳内の出血は特定の脳用に限定されており、この点は出血性脳卒中の一般的な要因で、ある高血圧による脳出血とは少し異なる。アストロサイト化は、孤発性のものと家族性のものがある。すべてのケースで、軟髄膜と大脳の血管壁への Aβ の蓄積によって定義される。フレミッシュ型の化では、中心に核を持った大きなデンス、 コアプラークが観察される。古発性化で Aβ の蓄積が増加する理由は未まだ不明であるが、ペプチドの酸性の増加とクリアランスの異常が原因として提唱されている。正常な生理条件下では Aβ は4つの経路で脳から除去される。アストロサイトとミクログニア細胞によるエンドサイトーシス、ネプリライシンやインスリン分解酵素による酵素的分解、 血液のお関門を介した除去、血管周囲空に沿った排出である。これらの除去経路それぞれの異常が赤と関連付けられている。家族性化におけるエベータの蓄積は除去過程に問題があるためではなく、酸性の増加によるものである可能性が高い。アミロイドグ具イタンパク質やプレセニリンの遺伝子の変異は APP のエベータへの切断を増加させる。 免疫が関与する機構も提唱されている。脳アミロイドアンギオパチーと過剰量のアルミニウム摂取との関連性を確かめる研究が現在行われている。脳アミロイドアンギオパチーの低シグナル病相を示した MRI 画像。従来のグラディエントエコー t に強調画像、自家率強調画像とスウィー層画像、1.5T。かは、死後の冒険によってのみ。 確定的な診断が行われる。高可能性症例の診断には、政権が行われることもある。政権に適した組織が存在しない場合、MRI、または CT スキャンのデータからかの高可能性症例を決定するためにボストンクライテリアが利用される。ボストンクライテリアによってかである、可能性が高いと分類されるためには、複数の脳用出血、または、 皮質化出血が必要である。自家立強調画像が蚊に関連した微小出血を同定するツールとして提唱されている。蚊は通常、アミロイド β と関係しているが、他のタイプも存在する。脳アミロイドアンギオパーチーは、現在のところ治癒しないため、症状に対した治療が行われる。理学療法、作業療法、言語療法がこの疾患の管理に有用である、可能性がある。 ありがとうございます。